それでは令和2年度佐賀県中学校総合体育大会の開催可否について会長の島和光よりご報告いたします。皆様こんにちは。佐賀県中学校体育連盟会長の島和光でございます。本日は令和2年度佐賀県中学校総合体育大会の開催可否について報告させていただきます。これまで理事会、評議員会等を開催し、今年度の佐賀県中学校総合体育大会について審議を進めてまいりました。その間、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で今年度の全国中学校総合体育大会、九州中学校体育大会が中止となりました。その後も国や県の新型コロナウイルスの感染状況を鑑みつつ、子どもたちのためになんとかこれまでの努力の成果を発表する場を設けてあげたいという思いで大会開催の可能性を模索してまいりました。慎重に検討した結果、令和2年度佐賀県中学校総合体育大会夏季18競技を中止することといたしました。理由については配布資料に記しておりますのでご覧ください。各市町教育委員会等の判断により授業時間の確保のための夏季休業が短縮される可能性があります。生徒教職員や大会関係者の命や健康を守るために例年の熱中症対策に加え感染症対策も必要となり、その負担が大きいこと、各学校、学校再開後の十分な準備や練習ができていない状況下では怪我や熱中症等の発生が憂慮され、生徒の健康安全面が懸念されること、より多くの生徒が参加する各地区大会の開催可否判断等を考慮し早い時期に判断する必要があること、これまで一生懸命部活動に取り組み夢に向かって努力してきた成果を発揮する場がなくなってしまうことは無念でなりません。特に3年生は中学校生活最後の学年でありますので申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただし各地区の中学校総合体育大会については現時点で開催に向けて前向きに検討を進めているところです。今後本連盟として各地区と連携を図り、各市町教育委員会とも相談しながら日程や会場、実施方法について子どもたちがこれまでの活動の成果を発揮できる場を検討してまいります。地区大会を実施しないまたは実施が困難な競技については今後各競技団体と協力し発表の場を作れるように検討してまいります。あくまでも国や県の新型コロナウイルスの感染状況によっては中止となる可能性もありますが、中学生のこれまでの努力の成果を発表する場を作れるよう努力してまいりたいと考えております。なお11月開催予定の駅伝大会の開催可否については引き続き検討してまいります。報告については以上となります。この後質疑に入らせていただきます。何かございましたら挙手の上でお願いいたします。はい、読売新聞の丸山と言います。まず今回の夏季18競技のに、参加する選手たちというのはどのくらいいらっしゃったんですか。はい、大体約5500名でございます。5500名。学校数はどのくらいですか。全体の学校数としては99校でございますが、はい、加盟は99校でございますが、各地区大会から代表を出すことになりますので、はい、県大会に参加する
チームが99校すべてであるとはちょっと申し上げられません。なるほど。はい。で、加盟しているのが99校。5500名は、各地区大会全部を網羅した数じゃなくて、はい、中学校の生徒会の県大会のみ、県大会に参加してくる生徒の数でございます。あ、なるほど、分かりました。さて、NHK の本と言います。市の大会はどういうスケジュールか、いつ頃から始まる、何日間の日程とかっていうのはありますでしょうか。はい、例年であれば、7月の4号から各県内8地区ございますが、7月4号からの開始の予定でございました。ただし、休校が延びたことと等により、まだ部活動の入部がままならないような状況もありますので、その予定していた地区大会、まあ、これからの検討になるかと思うんですけれども、県大会を中止をとすることで、その地区大会の可能性の幅が広がるということで、この後延期等の可能性も含めて検討を、期日の検討等をされるかと思います。県大会はそもそもは、じゃあ、7月4、5、6日間開催する予定だったと。県大会につきましては、7月の25、26、27、28、この4日間にかけ、4日間の中で基本競技2日間開催で日程を組んでおりました。2日間開催っていうのは、その競技県大会全体としては、じゃあ25から28までっていうことでいいですね。それぞれの競技によって25、6だったりするけどもということでよろしいですかね。7月の25から28日にかけてこう集中開催という形で10競技を予定しておりまして、それ以前に6月の20日から体操競技を皮切りに、分散大会と申しておるんですが、はい、テニス、バドミントン、空手道、新体操、水泳、陸上、ハンドボールを開催予定でありました。全体でいうと、6月20日から7月28日までの予定だったということです。そういう形に、うん、はい。今回中止になったのがですね、先ほどおっしゃった県大会だけ、地区大会なしでですね、県大会だけの種目もあったと思うんですけれども、はい、まあ、県大会だけの種目っていうと、どういった種目になりますでしょうか。はい、はい、県大会の種目は、10競技、ございます。体操、新体操、テニス、公式テニスでございます。バドミントン、空手道、水泳、陸上、ハンドボール、柔道、相撲です。この10競技については、地区大会を経ずに県大会がすぐ行われる予定だったんですよね。はい、はい。でこれについては先ほどおっしゃったように競技団体と協議した上での代替等も今後検討していくということで理解していいでしょうか。はい、競技専門部長として競技団体と、はいはい、これからですね、お願いをさせていただいて、はい、なんとか最後中学3年生の発表の場が設けられるように検討を進めてまいりたいと考えています。時期を後ろ倒しにするという形になるんですかね。延期も含めてとか、現状の日程よりも後に持ってくるということを含めてですか。はい、今後検討をさせていただく、はい、形になります。あと地区大会についてなんですけれども、地区大会というのは、そのいわゆるブロック大会ということですかね、それとも異性地区とか、はい、まあ、そういった分け方なのかということでなんですけれども、はい、はい、県内8地区で、大会を、地区大会を行います。いわゆる鳥栖、宮城と神崎、佐賀市、小木拓、唐津、伊万里、西松浦、木島、武雄、
鹿島嬉野富士という8地区での大会がございます、はい、これはその各地区の地区の中大連で判断するんですね。開催の可否、各地区ごとに判断することになるんですか。はい、各地区の中大連、それから市町の教育委員会を含めて、開催の判断をしていくことになります。県中大連としてはぜひ子どもたちが発表できる場をお願いしますということで、お願いをしているところです。先ほどおっしゃったところでいくと、県中大連という日程があって、まあ、その前に基本的には地区大会をしなければいけないというスケジュールだと思うんですけども、いわゆる県中大連がなくなったことによって後ろ倒しが可能になるというふうに、まあ、幅ができるというそういう意味でしょうか。はい、その通りです。今年度の地区大会は7月4、5、それから、その次の週というふうに各地区で、違っておりますが、多くの地区が7月4、5から始めておりました、おります。地区大会はその県大会の予選という位置づけで大丈夫ですか。はい、昨日の県の方が、はい、放送隊に関しては、代わりの、それほぼ同じような期間での、大会を計画するということだったんですけど、その中でですね、中大連さんとしては、総体自体の開催は中止するっていうふうに決断されたなと、きっかけとか見えなかったりしますかね。世の中的には、緊急事態宣言が解除されたとは思うんですけど、はい、そこについてはですね、私どもの、高校高体連、それから高野連、それから県教育委員会が、高校生に発表の場を一回作っていきたいというところに、ものすごく同じ思いがございます。で、中学生に対してぜひ一度一回はそういった場を作りたいという思いがものすごくございます。そういった中で、県大会を中止したという理由としては、一つは休校が、一つはと言いますか、先ほどここにも書いておりますが、休校期間が長くなり、非常にこの前登校再開し、新入生がようやく活動をするようになってまいりました。そして中学校は1年生から3年生で部活動を組織しないとなかなか人数的に成り立たないというのが高校とも違うところでございます。そういった中で練習時間がどれだけ確保できるかということを考えますと、あまり短い期間でありますと怪我やそれから選手の健康と非常に不安が出てまいります。心配であります。そういった練習の積み上げでありますとか、チームの連携でありますとか、そういった時間も確保しなければいけないと思っております。そういった最初の発表が地区大会というふうに考えております。しかしながらこういった状況ですので、少しでもその時間を長く取っていきたい。そのためには県大会を断念し、そして地区大会の開催に幅を持たせると、そしてお願いするというふうに思ったところです。県中総体いつ頃から始まって、今回その中止というのはこれまでで初めてなのかどうかというのをお願いします。はい、昭和39年から第1回、総合体育大会として開催をしております。
今年度で第57回を迎える大会になりますが、中止は初めてということになります。朝日新聞、大村と申します。今日中止の発表ということですけれども、今日発表になる前、今日おそらくお昼ぐらいとか何らかの会議、一番最初におっしゃってましたけど、その中での会議の中で、中止に至るプロセス、あとは代替大会といいますか、この代わりのその地区大会など代わりの発表の場っていうところについてどのような意見が出たかっていうのを教えていただきたいんですけれども。はい、まずこの審議をする前に各地区の中大連という組織がございます。そこに、県大会の開催の可否についてのご意見を書面で意見を伺っております。それから県の理事会協議員会というのをその資料をもとに開きながら、進めてきたわけでございます。そういった中で、大会は8地区でございますが、中大連の組織としては9地区ございます。宮城と神崎が分かれて、代表を出してきますので、9名の理事さんがおられます。そういった中で、まずはその各理事長さんたちが思っておられるのは、地区大会を開催することがちょっと難しい、厳しいというようなご意見もございました。もちろん徐々に感染拡大が回復してといいましょうか、緊急事態宣言が、昨日して、徐々にこう、登校再開でありますとか良くなっている状況はございますが、それでもなかなか大会を自分たちの地区でやることが非常に厳しいという相談も受けておりました。そういった中で県中学総体をやるというところは非常に、代表を出さなければいけないので困難を感じるというふうなご意見、それからもちろん生徒の気持ちを考えれば県もやってほしいという意見はもちろんございます。ただその大会をするということを、または延期をするということの意見もいただきましたが、それを審議する中でなかなか厳しいものがあるというふうなところは出てきたところです。すみません、佐賀テレビの花田と申します。新潟についてちょっと確認なんですけれども、全体の県大会がなくて各地区の8地区でそれぞれ検討されるっていう言い方ってよろしいですか？8地区で今後ですね、今のところ前向きにその検討をするというような意向でありますので、はい、8地区がそれぞれ前向きに検討をして、はい、開催に向けてですね、はい、それからと同時に地区大会が開催しない競技がございますので、その競技については競技団体とも今後相談を協力をさせていただきながら、なんとか中学3年生の発表の場を作る方向で、これについても検討を今後進めていくということで取り替えいただければと思います。でその地区大会は7月の4、5からで、県大会がなくなった分、その可能性も、はい、それも日程も各地区によって、はい、バラバラで、これからその日程も検討を含めて、はい、予定は7月4、5に組んである地区もですね、これを受けて、あと1週間ずらしましょうかとか、そういった話をこれからしていただきながら、なんとか開催をしていただきたいというふうに思っておるところです。すみません。
なんですが、地区大会、競技団体と相談しながらとおっしゃったその競技団体なんですけども、例えば佐賀県サッカー連盟とかそういう意味の競技団体なのか、それとも中大連という組織の中のその部会的な意味合いの競技団体なのかというのは。はい、もちろん中学校体育連盟にも専門部というのがございます。専門部の先生方、そしていわゆる競技団体というのは今おっしゃるような競技団体、競技団体の協力なくしてなかなか中学校の大会は開けない部分がございます。ですので競技団体とも相談し、そこに一番近い競技専門部の先生方一緒になって、開催に向かって、努力していこうというふうに今進めているところです。大会のその開催というのは 県中大連としては前向きに地区大会を開催するようお願いする要請するような立場というイメージでよろしいですか。要請というよりは、はい、ぜひお願いしますと、いうような形になろうかと思います。その前向きな部分というのは今日各地区の方に聞き取りをしたっていうことですかね。今日聞き取りして各地区の中大連の支部、支部というか、まあ、各地区の中大連の方から、はい、どこも開催については前向きな意見が今日寄せられたっていう理解でよろしいですか。今日理事会で、はい、その通りです。前向きなご意見をいただきながらも、はい、その各地区の中大連もこれから市町の教育委員会とも相談をしなければいけませんので決定ということではありませんが、前向きな返事をいただいているところです。スケジュール的にはどのくらいでその決定とかですね、まあ、可否、地区大会の可否っていうのはどの段階でこう決まっていくという流れとか時期って、時期の見通しみたいなのありますか。大体どのくらいの時期とかで、この後各地区の方で理事会と、はい、地区によってその記述の設定等が、はい、となりますので、今の段階でこのその見通しについては、はい、こちらとしてはまだ把握しておりません。はい、わかりました。すみません、今日開かれた会議は、なんていう会議ですか。理事会、常任理事会とかじゃなくて、理事会、理事会、理事会と専門部合同の研修会。理事会と、今回の中止が決定されたのは理事会という認識でいいですか。はい、決定は21日に理事会評議員会を行いました。そこで、決定をしております。じゃあ今日決定したわけじゃなく今日の理事会では話し合われたことっていうのは、この決定を受けて、まあ、今日発表しますので、はい、そのことについてこれから、各地区がいろいろと検討を始めますのでそのことについての審議をしていったところです。さらに午後から専門部合同研修会を開催しましたので、その専門部というのは各競技の専門の先生方が集まってこられます。そこで、一斉に発表すると、報告をするというような形を取りたいと思い、今日の発表になりました。で、21日には中止も決定していて、それは理事会で決定しています。21日の理事会、それから午後からの評議員会で承認という各地区の会長が来ますので、はい、でまたそこで各地区が前向き日程等についてもですね、本日の理事会で、はい、開催に向けてという意向を各地区がそのように検討するということを理事会で確認したと思います。今日発表になったのは大体21日 の、 その中止の段階でも発表してもいいのかなと思ったんですけども、はい、かはい、おっしゃる通りでございますが、今日専門部の
先生方が集まってまいります。各競技の運営をする先生方です。その先生方の力なくして中大連は成り立ちません。その先生方に報告をするということで、今日の日ということで設定をしたところです。そうなんですけども、11月開催予定の駅伝大会について検討していますというふうに書かれてあるんですが、これはその 中学総合体育大会の中の一つの駅伝になるそうですね。そう捉えていただいて、はい、じゃあこれで19競技になるんですかね。総合体育大会に、はい、全て駅伝まで加えた19競技。あ、はい、19競技です、はい、あ、すいません、ちょっと数字ちょっと確認させてくださいね。県大会になるのが10競技、一番最初にテニスだ、空手だ、体操だっていうところでいうのがあって、その県大会にそのすぐに上がってくるようなところっていうのは、今後競技団体とか各競技種目ごとで、何らかの大会を検討ということですね、はい、そして、他の野球とかバスケットとかソフトボール、その辺の残った 8競技は各地区大会、8地区の大会で、前向きに検討していくということですね。で、駅伝が1つ残ったのは今後のまた検討で残るという、これで間違いないですか。はい、大丈夫です。はい、この都議数についてなんですけど、19競技種目で大丈夫ですか。種目の19種目で大丈夫ですか。例えば、高校総体になると水泳と飛び込みが、水泳ってランドで飛び込みとなんかこう普通の水泳が深まってるんですか。開催基準では、開催競技について男子18競技、女子16競技というふうに基準ではなっておりますので、19競技ということで。種目も19種目ですか。種目、例えば、水泳の中に飛び込みと、普通の、自由形とかでも入っている、種目の話ですか。中大連では種目っていうところまでは表記を していない形になります。競技で止めている。19競技で、うち18競技は止めているわけですね。はい。じゃあどうして確認いいですか。大会10競技が県地区予選があって、県大会もやる。8競技が、はい、軟式野球、バスケットボール、剣道、ソフトボール、バレーボール、ソフトテニス、卓球、サッカーの8競技になりますが、県大会、地区大会なし。地区大会が基本ございます。地区大会ありの、はい、それは予選を取った理由、はい、地区によって何チームが県大会というような形の予選から勝ち上がってという形の県大会の競技になります。体操、新体操、公式テニス、バドミントン、スキー、陸上とかは、地区大会がないと基本、はい、はい、県大会からというような形です。すいません、県大会だけの種目の10競技についてなんですけど、これはまだその検討中だというふうに思うんですが、あまりこう引っ張りすぎると受験勉強とかにも関わってくる可能性があると思うんですが、はい、大体何月頃までに開きたいとか一つの目処ってあられるんですか。はい、目処としては8月末までというふうな目処を持っております。8月末までに大体の大会を行うっていう、8月末までに大体大会をやるかどうかを決める。え、
8月末までに大会を行うと。受験勉強への配慮っていう認識でいいですか。はい。可能性として競技によっては発表の場が設けられない可能性もあったりするわけですか。おそらくそうはしたくないという形でしょうけれども、はい、いわゆる状況にもよると思います、はい、種目競技によって、はい、やはり接近してしまうとかいうところの状況以下ではやはりその競技については開催が難しいと判断されればそれはもうしょうがないという形になります。はい。でもなんとかですね、3年生だけでも集めてとか要は規模を縮小して、そういう形でなんとか3年生だけでもという思いはありますので、ぜひ、専門部競技団体と連携を図りながら話を進めていきたいと思っております。今回の中止を受けてそもそ も縮小しているけれども、さらにもっと縮小してでもなんとか3年生にはやはりそういう場を設けたいというような感じですか。はい。地区大会、各地区大会とその10競技に関しての代わりの大会が、何かしら開かれると思うんですが、それに関して、例えば無観客にするとか、それを感染を防止するための、コロナウイルス感染防止するための対策とかは、中大連として決められて、こういうふうにしてくださいとか、そういうふうな呼びかけってされるんですか。県の中大連としては、今日も専門部で、感染の対策については、いろいろ各競技で話を持ってもらいました。しかしながら、各地区の大会によっては、参加のチームがいろいろと地区によって違います、そういったことを踏まえて各地区中大連で、考えて、その感染防止対策を取って大会を運営するということになりますので、そこに私たち県の中大連の方が、一緒になって考えるということはやっていきたいというふうに思っております。あ、一緒に考える、はい、無観客を含めやっぱ検討っていうのはされる。それについても検討の一つというところで、これからいろんなガイドライン等も示されておりますので、それを参考にさせていただきながら防止対策は考えていきたいというふうに思っています。一番上の全中が中止が決まったっていうのは一番大きな要因の一つにもなってますやはり、うん、それはもう二の次三の次やはりまず県でっていうところからの話でした。全国中大連が中止というのは衝撃でした。その後も県の中学校総合体育大会は九州各県集まって審議をして、そして厳しいというような判断で中止になりました。もちろんここでもショックであります、でもなんとかということで検討を重ねたわけですが、このような形でなんとか生徒には発表の場をということで今回報告をさせていただいているところです。実施するってこと、その前向きに考えてほしいとかなんですが、それをやっぱり地区ごとにやれば人数、3密の状態っていうか、集まる人も少なくなるし、感染防止策も講じやすいっていう、そういうところがあるかなって思っています。はい、地区の事情がいろいろと違っております。登校再開についてもですね、それから、ここに書いておりますように夏季休業中の短縮というのがございます。夏季休業が短縮される中、大会を開催することになります。本来は夏季休業中、1学期が終わって県大会等は開催をしておったんですが、今回はそういうふうにはならないかもわからない、
そういうことを考えると、まあ、各地区で、考えていただきたいとお願いしますというような状況でございます。それは例えばでいいんですけども、他県のその中大連 の開催状況になって、佐賀県がその初めて中止を決めたのはどういうわけですか。はい、私の把握しているところでは、福岡県さんはもう中止をすでに発表されています。それから長崎県、熊本県、鹿児島県、昨日沖縄県が中止を発表されています。そういうのも判断材料の一つにはなられたんですか。まあ、県もう佐賀県で考えていったところでございます。はい。最後会長の方からこう選手たち生徒たちに向けて何かこうメッセージがあればお願いしたいんですけど。はい。実は本日生徒へのメッセージは各学校へ送付をしたところです。3年間その送ったメッセージとは違うことを言うかも分かりません。申し訳ありません。3年間一生懸命頑張ってきて、12月頃の冬の大会まではこの子たちは実施できたと思っております。それから春の九州大会等が中止になり行けなくなっていったというような子たちもおります。それから3月の終わりからもう全然部活ができないという3年生、そういった3年生の気持ちを考えると県大会という目標夢がなくなってしまうのは本当に、無念であり申し訳ないというふうな気持ちでいっぱいです。ただ今もそうですが、1年生から3年生まで、そして3年生が1年生の面倒を見、一生懸命こう可愛がっていると言いましょうか、先輩らしく振る舞っている姿を見ると、部活動というのはただ単に試合があって勝って、そしてまた県大会行ってまた九州大会行ってというだけの部活動ではなく、日頃から取り組んでいる協力でありますとか、または思いやりでありますとか、努力を忘れない、続けていくとか、そういった積み重ねができるというのが部活動だと思っております。そこに私たち教員もお手伝いをさせていただきながら一緒に成長していくのが本当に部活動の良さだと思っております。そういったことを体験している3年生、発表する場はぜひ一回と思っておりますが、これも今後どうなるか分かりません。しかしながらそうやって毎日活動していることを誇りに、そして何らかの役に立つ、自分の役に立つ、そういうふうに捉えて今後の中学校生活を前向きに捉えてほしいと思いますし、また卒業後も運動に親しみ、健康、そしてまた中学校でできなかった分、高校で思い切ってやるというふうな子どもたちに育ってくれればというふうに願っております。